一方柏レイソルはそれに対してどう戦うと予想されますか。そうですね、やはりこう自分たちの守備というところ、前線からの守備でサイドに追い込みながら、まあ、そのサイドバックからのボールを狙いを定めたところでボールを奪ってショートカウンターであったり、ここは低いバント、細谷が行きます。スピードのある細谷抜いていく、浅田の対応、また抜き、一人で行った、シュートだ、浅田ブロック。細谷と井上、細谷体を当ててキープしてサビオもいます。中に出す、豊島が入ってきた、シュート、佐藤京シュートブロック、またさらに細谷だ、枠を捉えることはできませんでした。さあ佐藤京、ここはスルーして小賀太陽、井上セカンドボール、細谷狙っている、胸コントロールからシュート、先制点は柏レイソル、太陽のエースが奪いました。これがパリオリンピックのストライカー、まあ、ここでねアバウトのボールですけども前線につけながら、まあ、ここはね少し井上選手の憶測が誤って後ろに仕掛けます。伊佐織り出す、中3枚折り返した、八千田が行った、同点ゴールを決めた八千田、 J1 初ゴールはなんという美しい軌道を描いたんだ。まあ、ここサイドチェンジからね、木下選手と水野選手が2対1を作りながら、まあ、よく水野選手もオーバーラップ仕掛けましたし、ここをよくね行き着きましたよね、木下選手内から外からのマイナス、ここで一発目で決めきれなかったんですけども、状況を判断しながらね、うまくね、まあ、クロスかシュートかっていうところは定かではないんですけども、はい、うん、これがループシュートっていうところの、ね、結果にはつながったので、非常に素晴らしいゴールですよね。そうですね、うん、まあ、もしかすると、はい、山崎選手であったり木下選手に合わせに行ったクロスだったのかもしれない。あ、ゴールキーパーはここ、そして山崎選手のところですかね。もしかすると片山選手の肩に手がかかってっていうところもあるのかなっていう、ああ得点なし、オフサイドということになりました。京都陣に来た柏、クロスを上げる太田、なんとか処理をする、必死のプレーです太田。まあ、小山津選手にとっては左サイドの得意な、アディショナルタイムがここでホイッスルです。柏レイソル11試合ぶり3ヶ月ぶりの勝利を収めました。